はい、福江と、富江町にねやってきました。富江にもね昔遊郭街があったそうです。これ最近のですね。ここに多分昔の地図がありますけど、あ、昔って言っても当時のものではないですが、この界隈なんですよね。ちょっと歩いてみましょうね。結構ね富江も古い建物があります。さっきねあれ気になったけど、昔はね結構料亭とかもあったんでしょうね。これもちょっと気になりますね。中央市場だって。この辺が多分商店街かな。お店とかあるけどもうやってないところも多いですね。ちょっとここに行ってみよう。結構食材屋さんとか固まって、ね、まだやってますね。サンサン富江、あ、これ酒屋さん、いい感じの看板ですね。古そう。路地行ってみましょう。結構なんかごちゃごちゃしてますね。道が意外に多い感じ。あ、これ。これそうじゃないかな。うん。富江はもう結構少ないかもしれんね。これぽいですね。これ素敵ですね、富士山。多分
なんかタイル、なんか松かなんかを描いたような入り口。まあもしかしたら昔旅館とかだったかもですね。静かな街ですね。なんか祠がね、結構至る所にある。空き地が目立つから、もう古い物件はね、もう壊されたかもですね。そういうのがほら、至る所にお地蔵様とか祠とかがたくさんある。遊郭っぽい物件はいくつかはあるけど少ないね。無人販売ね、よく野菜とか売ってるやつ。ここも古いね。ここも教会か。富江バプテスト教会。かわいい、なんか鳴島の教会のカラーみたい。あ、ポストが中にあるよ。ないのかな。中に郵便ポストがある。これでもこれ古いよ、ここの建物で。ここが富江小学校か。綺麗な建物もね、どんどんできとるね。すいません、昔遊郭があった通りはどの辺ですか？ここの通り、そこの角が家康やったんです。あ、か角ですか？今ある、まあ、白いの？白い家に立ってるでしょ。はい。ええ。そこにあったんですよ。あ、もうなくなっちゃったんですね。結構富江少ないんですね。そうですね。あ、わかりました。青線とか。そうですよね。青線も結構あったんですか？あ、ありがとうございます。あ、ここも、立派。これ、お寺かなんかかな？作り的に。あそこがそうだったんだって。
私青線って聞いてカフェ建築みたいなのもいくつかあったからそうかなとは思ったんだけど、これか、ここにありましたって言ってましたね。もう建て替わってる。私がいくつか見つけたくらいかな。これももっとスナックかな。まあこれも昔は旅館とか料亭だったかも。これ何、バス待ち合い所。あ、ここにバスが来るの。当時のままみたいな感じでいいね。